海の日ということで、まず海にちなんだ服を着てまいりましたね。少し涼しさを感じてもらえるかな。知床旅情という歌を、オホーツク海かな、の涼しげな海を浮かべていただけたらいいかなと思います。白いカモメをというのと、私を泣かすが白いカモメやめよという、おとよという2つの説があるらしいんです。で、もしあ私は私を泣かすが白いカモメをと歌ったんですが、その場合は私が白いカモメ、ね、私を泣かすが白いカモメよ、で白いカモメよと歌った場合には、よと歌った場合には私を泣かしているのが白いカモメだ、白いカモメが私を泣かしてる。で、文脈で言うと、忘れちゃ嫌だよ気まぐれカラスさんが出てきて、私を泣かすな白いカモメおーになるのね。わかりにくいかな。東地方、東地方で、ちなみに
最後王と歌ってるのは森重久さん。私は そっちの方を取りましたね。加藤登紀子は白いカモメをようで歌っていますから、まあ、季節なのでこの歌がかかることがあるかと思うんですが、最後のところ王なのか陽なのか、まだ聴いていただけたらいいかなと思います。次の歌ですが、前回あの韓国に行かれたお話をされてたんですが、私2010年から2013年まで中国の黒竜江省という、玄関のマイナス35度になるところですが、3年間僕はあのそのボタン語大学っていうところがあるんですが、そこに中国の学生に日本語を教えに行ってました。前々から行きたい行きたいと思ってて、ちょうど58で早期退職をして、元は先生ですか。小学校の教師を、先生かつてしておりました。でところが仕事でいろいろありまして、人間関係とか仕事のこととかで、当時あの嫁さんともしっくり行ってなかった。もうこのまま日本で仕事しとったら自分が壊れそうやなという、もともとちょっと壊れたことがあったんですけど、さらにこれ以上壊れても困るなと思って、あの、まあ、前々から中国へ行きたかって、あんまり嫁さんに相談せずに行って、後で聞いてめっちゃ怒ってたみたいですけど。